こんにちは。こんにちは。カナダです。今日はスペシャルゲストに前田さんのところにいらっしゃってます。いらっしゃってます。お邪魔させてもらってます。もう僕じゃ言えないというか、前田さんにしかぶった切ってもらおうかなと。それぐらいのものを見つけたね。で前にグレッシーのエンジン聞いたんでね。でもところがね、そういうのすごかったんですよ。はい、ちょっと少し変えて、じゃあちょっと、ライジン関係で少しまた、その質問がすごくやっぱ多かったのが、うん、やっぱフェザー級の前田さんから見る今のライジンフェザー級、まあ、もしくは、ミクル、朝倉ミクル、やっぱ前田さんとミクルがこう、やっぱアウトサイダーの頃からの付き合いでいく、前田さんといえば朝倉ミクルで、まあこう、この間 YouTube でも強さは俺はあんま求めてないみたいな結構発言があって、で、みんなからやっぱその多かったのは朝倉ミクルを前田さんの方からちょっとやらしてこうスイッチを入れてほしいみたいな。なんかちょっとアラビクルにしては珍しく症状変動が入ってきたね。なんかちょっとそうですね、弱気に保険かけてきましたね。保険かけてきましたなんかちょっとすれてきたっていうか、こうどうせ俺らんてみたいなだって他の仕事があるんだもんやっぱこう現実を知っちゃったっていう部分大きいんですかね、うん、でも俺的に言うとね、朝倉兄弟ってなんだかんだってすごい素質があるんですよ。あるでしょ、わかるよね。だからね、もったいないんだよね、本当に。なんかさ、朝倉兄弟もなんだかんだ言ってお父さんがすごい良くて、だからもうちっちゃい時からね、なんかね、まあ相撲と極真やらして、でね、もう小学校上がった時から毎日ね、家でね、スクワット500回、腕立て100回、で、腹筋100回、背筋200回やらないと遊びに行くなって言う、遊びに行ってこないんだって。それ毎日やらせる。すごいですね、うん、だから今もうそのお父さんの貯金でやってるような感じでなんでかね、ちっちゃい頃の。そう、でもやっぱりちっちゃい時からそういう、なんかこう多分、行った極真も良かったんだろうし、行った相撲の指導者も良かったんだと思うんだよね。だからそのバランスもいいし、体幹も強いし、それ今いっぱい持ってるんですよ。で、特に兄貴はね、なんかね、変な天才なんじゃないですね、ちょっと変な天才。そう、なんかね、たまにね、おいおい、これ本当にお前真剣にできると思ってやったのっていうのがたまにあるんだよそういうのは。もうちょっと今回のキラマとかと思わったらちゃんと、まあ、体をちょっと作って、戦略と技術を教えるトレーナーも別々で何でもいいからこうつけて、あと栄養士もつけて、ほんでアホみたいに前日の晩になんか水抜きで銃なんかやりますとかさそんなアホなことないように、普段からそういう栄養士付きのものを食えばいいだけの話で。なんでね、今足りないものは、ミクルに足りないものは今それの部分ですかね。だってさ、お金持ってんだもん。あ、はい、だってさ、ブレイクダウンってあれ間違いなく収益であるよ。一回普通に考えて、普通に考えて、すごいですね、普通に考えて。で、それプラスあいつ YouTube でしょ。他の授業もやってますもんね。他の授業やってるよ。ほんでね、忙しいからって言うんだよ。お前、友達も遠藤見ててすごい信頼してなかったら、じゃあ友達に任したらええやないかって。任してね、で、その部分ちょっとなんとかすればいいじゃん。友達もさ、友達だってさ、いや、ミクルのおかげで食わしてもらってる、食わしてもらってる、食わしてもらってる、食わしてもらってるってもう、その友達自身も嫌になってるんだよ、自分の情けなさに。なんていうか収入 10% やるとか言ってさ、はい、それでだから友達でみんな、だからもう1000万近いお金もらってるでしょ、間違い。へぇ、友達で。そうだよ。すごっ。俺はもう友達だったよかったね。たまに思ったですね、さ。だからそんだけお金払ってんだからさ、で、彼らにもやりがいあるように、そういう対価を堂々と取ってますよって思ってもらえるように、自信を持ってもらえるように、任せればいいじゃん。ほんで、報告を受けて、これはダメだ、あれだ、ダメだって、ミクルが指示するわけだけの話ですよ。で、たまにちょっとチンバったり、ちょっとチェック入れたりだけの話ですよ。ただ、まあ30だから、まあとりあえず、そうだな、まあ33ぐらいまでは、
ょっと頑張ってほしいよね、33歳で。ケラフも全然ちょっと届かない的っていうんじゃなくて、まあちょっと勝ったり負けたりしながら狙っていって、であの辺のケラフを干渉できるようになったら海外に行ってやっても、やって大物狙いもできるんじゃないと思うんだよね、俺はね。次じゃあ誰とミクルやみたいですか、皆さん。でも榊原ね、あいつやつやら、あの元キックの中、平本多分もうそれしかないじゃん。それしかないです、思わない。まあそれ噂ありますもんね、話題にして。話題です、はい。でミクルじゃあ平本出ていいから、じゃあ1億くれとか、そういう話ミクルだったらありえそうっすね。そう、それやっぱミクルの方が有利ですか。どうかね、わかんないです。でも平本はなんだかんだって言ってね、あれなんかあの一発の強打があるんですよ、強打が。で不用意にポンともらってなんかポポポッと抑え込まれたら、抑え込んでパウンドやられるとちょっとどうなんかなっていうのはね。でちょっとミクルはちょっと あんなもうあいつなんて、なんていうかさ、あの自分が大好きななるなるナルシストだからさ、今すごい傷ついてるじゃん。傷ついてさ、なんかもう症状変動入りまくってるじゃん。だからそういう時にちょっとなんかちょっと変な隙ができて、で平本はもうなんか何回も勝ったり、負けたりとかしてるから、もうなんか捨てるものがないじゃん、なくすものがないから、特攻精神で来られると今のなんか症状フレンド入ってるミクルがちょっと危ないシーンもありえるんじゃないかなっていう試合するんじゃない。じゃどう思う。いや、やっぱ組での差でミクルの方が有利かなっていう感じは。でも平松ってあの斎藤の組も何のかもしれないじゃん。だからミクルに斎藤ぐらいのスキルある。やっぱ体の力が強いので、うん、ミクル自体が平本だと、あるときは絶対打撃は付き合わないと思うんですよね、萩原戦みたいな感じで、やっぱ寝かして勝負すると思うので、寝技の展開になったら、ミクルの方が有利かなって気はしますし、でも平本の方が食ってやろうって気が大きいので、一発でも平本、ミクルでってなったら、絶対打撃に付き合わないから、あえてさ、なんか、なんていうの、相手にやったときに肩をすくって、はい、さ、はい、2タップみたいな、あの狙ってくるだなと。じゃあそれをにはどうしたらいいんだっていうね、対策立ててくると思うんだよね。そうですね、そうだね。で平本はもうなんだかんだってあの一発の強打ありますよ。そうですね、怖さはみんなありますね、強打打撃強い選手、鈴木千尋選手にしてもそうだし、だから今あのミクルがいち早くちょっと少女フレンド症候群を抜け出すことだね。やる気になってくれればいいですけどね。なんか今のでもなよなよってした感じで、じゃあ平本だったら負けないだろうっていう感じでやると、あわやっていうことがあるかもわかんない。6-4ぐらいで、6-4ですか。6-4だね、6-4ぐらいだと。あ、結構いいし、5-5じゃなくて6-4ぐらい、今のままだったね、はい、今の精神的な状況だと。で練習も全然しないだろうしね。そうなんですかね、してないす、本人はしてないって言うんだけどね。してないですかね。だから それこそまだ2回しか練習してないっていうような。あ、この間試合終わってからですか。はい、信じられないですけどね。40代で練習1週間サボるんとね、20代で練習1週間サボるんだったらね、落ち方が違うでしょ。違います。20代の時はこんな落ちたのってなるじゃん。40代はあ1週間にしたけど、まあまあこんなもんかって感じだよ、思わない。あ、いや僕も全然ダメです。もう1回休んだだけで体力めっちゃ落ちます。あ、だから今回試合終わってすぐ練習復帰して、まあ、体力落とさないようにして。でもね、あのスパーリングなんかはなんかね、3日休むと感覚がねちょっと落ちるんだよね。はい、落ちるでしょ。打撃とか特にそうそうだね、打撃もスパーリングね、はい、それがあるんで、ミクロも知らない間に自分の唾液のいろんな感覚とかちょっと落ちてんの気がついてないかもね。ミクロってなんかアウトサイドの頃は結
ちゃんとね、とどめさせたんですよ、打撃で。フィニッシュ多かったこの頃なんかね、パチンと一発だって、相手ゴロゴロって言ったら。分からなかったでしょ。お前、笑ってる暇あったら、もう、笑ってる暇あるんだって、やれよと思うんだけど、なんかとどめさせたんですよ。そうですね。最近、そうですね、フィニッシュ。そう。全然できてないですか。だから、すっと見さないで。何をかっこつけてんのね。そしたらなんですけど、今その前田さんが注目する対世界を想定したときに注目する選手とかっていらっしゃいますか。対世界、はい、今ファンクラスからなんか USC とかなんか行ってる連中みんなすごいでしょ。なんか今2人さんにいるよね。確か鶴谷明選手であったりとか、まだ無敗でしょ多分。そうです、はい、まだ20代で、はい、あれ大したのか。あと1試合勝ったらもう USC の本戦出るでしょ確か。 USC 本戦です、決勝戦です。ほんでね、なんかねちゃんといろんなことやってるじゃない。そうそう、若い子の方が前回見た試合なんかも言ってちゃんとさ、ちゃんとこうやってバーンスイッピングカウンターで綺麗に倒してるじゃん、はい、なんでか。ライジンの中に通用する選手とかっていうのはライジンはそんなくまなく見てるわけじゃないけど、ちょっとわかんないんだけど、どうなんだね。じゃあ、やっぱりアスプラ海選手とかは海通用しますかね、世界行った時に。海が心配なのはやっぱり手だよね。もう2回折ってるでしょ、2回折ってるでしょ。で海がもう兄貴負けた直後にもう電話にて、ちょっとこういう取りに頼むからしてくれっつって、で、ウエイトの部分でもちゃんと土台作るあれと、それと新機嫌トレーニングできる人紹介したんですよ。で今のところ真面目にやってるらしいんだけど、まだちょっと膝がいまいちかなんか治ってなくて、まだ本格的にできてないって言うんでね、そのトレーナーに聞いたら。ポテンシャル的にはいけない。いや、彼もポテンシャルなんですよ。でもね、身体能力的ななんか筋力の強さだとか瞬発力の強さだとか運動神経と感の良さは正直言うと兄貴より貝の上やねん。貝の上で兄貴は何が言うても頭の良さで、頭の何か頭の良さっていうかセンスっていうか何かね、理解力がすごい。そんな朝倉兄弟ですが、今日のちょっとしたニュースで看板がですね、トライフォース赤坂からジャパントップチームっていう看板に変わったっていう、ジャパントップチームはい、ニュースを見まして、やっぱ練習環境も変えるようなのかな。もともとブラジリアントップチームとかアメリカントップチームってあれリングスが釣ったんだからね。あ、そうなんですか。そうだよ、リングスが釣ったんだね。そう、リングスのマネジメントで釣ったんだからね、一番最初ブラジル人を呼ぶときに。で、あの名前も俺が釣ったんだね、トップチームって。へえ、知らなかったです。だからもうさっきも言ったようにもう最高のスタッフを揃えて、で最高のなんかレベルの高い超一流の選手をもう契約して、でできたらもう日本から海外のいろんな有志だなんだっていうのをブッキングしたりするようなワンもあるしね、だいぶ USC もあるしベラトルもあるんだからやればいいんだよね。でそれが今やってるブレイキングダウンにもつながってくるじゃん、なんだかんだって。ブレイクダウンでも今後もう元プロのなんか有名ところ出し始めたから、もうだんだんで現役出さないなくなってくるっていう、なんかもっと面白いことやれると、でお金も軽いようになるし。そのやっぱ今のライジンの皆さんから見てどういう、やっぱ世界に通用する選手がどれぐらいいるのかとか、そういう質問系はすごく多かったですね。正直言うとね、なんかね、なんていうか今回のケラーモフとかあの辺の中央アジア系の選手がポンって出たら簡単にパンパンパンともうタイトル3つ取っちゃったでしょ。なんか多分しばらく動かないよね、動かない。でさっきも言ったけどマッチメーカー的に見せてみたらこんなはずじゃなかったのにって頭変えた時に金原がポンって言ったらああよかったって思って。でも俺心配なのははっきり言ってマッチメーカー何にも考えてないんですよ。なんか面白そうで話題を呼べばいいやみたいなマッチメーカーなんでね、なんか話題を読んで
で、なんかね、育てるまちメイクみたいな全然できてないんですよ、正直言って。なんていうかね。なんかもう、まあプロだからしょうがないって言ったらそれまでなんだけど、なんか消耗品なんだよね、選手が。で、まだやろうと思えば、もっと海外からいろんな将来伸びそうな外人選手とか、そういうのをもう爆発的に伸びそうな素質があって、どこどこのブラジルのどこのプロモーションではこいつが将来の差になるっていうのを引っ張ってきたら、引っ張って2年に試合したら一緒に2年に選手がこうやって伸びてくるじゃん、これぐらいのレベルから伸びてくるじゃん。そういうのボンボン入れたらいいんですよ、そういうの。だってパレードだってそうじゃん、最初世界的に見たら海のもんとも山のもんとも一緒やんさ、ヒヨだと誰やそれでしょ。そうさ、ね、ノゲラ、誰、アメでちょっとやったら、でも判定でもジッパー負けてるやんでしょ。で、そういうの言って一生こうやってやるって言うから日本人選手も伸びたし、周りの選手も伸びたんですよ。それはね、出来上がってる選手ばかり強いって言っても壊されるだけなんだよ。ほんでね、本当にプロモーションを成功させようと思ったらね、そういう選手を見極めるミッキーがいないとダメなの。ミッキーで、そういうのを連れてきてやったら、自分とこのプロモーションの選手も日本人選手も一緒に伸びていける。で、ヒットアウトできる。そのね、あ、この選手、この伸びる選手 A、B、C って言うんだけど、 A が来ちゃったらちょっと金魚の水槽にピラニアいちゃうなB はちょっとナマズ系だから、ちょっと足の速い金魚だったら生き延びれるかなとかさ、で、その考えでこう入れるわけよ。だからそのためにはもう世界中はちこっち選手見て回って、渡り歩いて見て回って、情報を集めて、いろんな人とこう、まあ仲良くなって、で、今上っ面をこうやって引っ張ってるだけだからさ、マッチメイクになってないんだね。それこそケラモフ選手とか、やっぱりその当時と今とで、その日本人選手とのその成長のスピードがすごい違うように見えたんですけれども、だって日本人選手で来人の試合だけで間違いなくそれだけに集中して食えてる選手って何人いるのよ。いないでしょ、そんなに。でしょ、あとはもうなんか他に仕事しながらとかそんな感じでしょ。で、自分のジム経営して自分のジムを面で見なきゃいけないしって言ったら、それはもう。でもケラモフたちは日本からこうもらえるし、あれだけで全然食っていけるし、チャンピオンと取ったら国から補助金とかいろいろもらってさ、オリンピックもこうつけてやる、国の施設使えよって言ってさ、強くならないわけないじゃん。そう思います。金がプロモーションに金がないんやったら、どういう選手を連れてきてマッチメイクの中に入れるかっていうことをよく分かった物価が見極めて連れてこなかった。新しいじゃん。そう、ほんである程度こうやって伸びてきてやった時に、いきなり外からさ、そういうの連れてきてバンってやったら、一緒に伸びてるから強かった。あ、じゃあ日本 で観客がさ、あ、今まで日本でどうなんかなと思ったけど強いじゃん、USC のチャンピオンやってきちゃったじゃんとかさ、で、日本人選手も述べて、この選手がさ、USC になってチャンピオンになったって、あ、日本のレベルもまんざらじゃないなって、まだわーっとくるんだよ。それができてないんだよ、マッチメイクで。マッチメイクとブッカーが全然できてない。じゃあそういうマッチアップが、まあ、マッチメイクがどんどん組まれるようになれば、まだまだ日本の格闘技もこれから成長していくぞっていう。だからもう長期展望のあれと、話題を刈り取るマッチメイクと、もう最低その2ついるし、で、それプラスアルファで、なんかもう瞬間的な話題用のマッチメイクもいるだろうし、今とも瞬間的な話題用のマッチメイクって平本美久留だ。でもね、来週そんなんばっかりなんだよ。なんかもう瞬間で、なんかさ、なんかまあ深海の海に出てるなんかこう浮き石をぴょんぴょん跳ねてるみたいなさ、はまったら深海のうち死ぬ死ぬでみたいな。その最後にちょっと質問をもう一つだけ、お願いしたいんですけれども、まあ、今の日本の格闘技っ
ていうのはその成熟度でいうと、まあ、何割ぐらいまで来てるのかなっていうのはどう見られてますか。成熟する可能性がある市場なんだけど、どうなんかな。それまあつい最近なんて言うとギャラもなんかだいぶ、まあ、ミクルたち頑張って上がってきてって思うんだけど、まだねやっぱりねテレビに映って試合が中継される選手なのにそれだけで飯は食えないっていうのはプロかって言ったらなんだよね。プロってそれで生活してるでしょ。そうじゃない人はセミアマって言うんだよ。セミプロか、セミプロだって言ったら、まあ、セミプロが多いんだよね。セミプロはだってじゃあそのためにどうするんかっていうのは、まあ、プロモーション側のあれなんだけど、でも日本はな一個大きなバッテンがあって旧プライド問題ですよ。であのあとブワー引いたんだよ日本のなんかいろいろメディアが。あれがなくてそのままついたら今頃もっと大きなビジネスになってますよ。そうあれがあの事件があってメディアが全部引いてなんかペンペングさも入らなくなったんだ。だから俺なんかもうアウトサイダーやるしかなかったんだよ、うん、俺だけじゃんなんか格闘技界にさ貢献してるのさずっとですね。アウトサイダーって言ってさあの不良反社だけでも問題なのに、これ後でどうすんねん反社の問題でもう全部業界とか町も引いたんだよ。どうすんのと言われて、いや大丈夫ってやってて、いやこん中から将来プロのそういう選手が出たりするかもしれませんよと言って、そんなわけねえじゃんと言ってさ、ほんでロード FC とかなんとか対抗戦でもボンボン負けたりするしさ、あちゃーと思ったけど、まあやっててるにもうミクルとか、まあミクルみたいなんじゃあと何かいたんだよ。まあそしたら辞めちゃったけど、それに出てきてで行ったらバーンとなってなんていうかね。でプライドはプライドの時でなんかリングスの旧リングスの選手がドワッと入って活況を呈して、昔リングスでの世界最強の男はリングスが決めるって言うとその通りになったじゃん。ノビエラ代表だって両方ともリングスの選手。だからね、あのどういうファイターっていうか、あの困っていうかこう競技者っていう意味のタレントとしてどういう原石とか、これは光るなっていう原石だとか、それも出来上がったものを連れてくるとめちゃめちゃ金かかるの。まだ原石のうちだったら、原石を連れてきたら一緒に国内にいる選手も伸びられるし、一緒に輝けるし、で一緒に行こうってワーッとなんでね。だからそういうことやらなきゃいけないよね。緊張してあんまり喋れなかったですけど今日は大切なお話をお伺いさせていただきありがとうございました。またちょっとベルト巻いた時もう一回ちょっといろいろ聞かせてください。ぜひぜひ。格闘技もまた今度技術指導ベルト巻いたらちょっと美味しいお酒をちょっとおごるよ。あ、ありがとうございます。飲めんの？飲むの好きなの？はい、あんま強くないですけど、うちちょっとね、うまい先血尿があるよ。あ、マジですか。うん、うちの家でちょっとなんかあの俺がテールスープとかいろんなテール料理作って、あ、父さんの来たやつ見ました。もうガンガン飲ましてるよありがとうございます。じゃあその時またよろしくお願いします。はい、よろしく。今日はありがとうございました。はい。